リベルテ RC サーキット。ヒットが決まったら準備前に受付をお願いします。2月16日プレーオープン。1日走行料1000円。入り口は、はい、立派なドアからの自動ドア。はい、そして今日はね、今の時間はやってませんので、あ、PM2 時まででしたね。ちょっと泉屋さんで今日ご飯は食べられませんが、基本的には11時から2時までということですね。トイレは、あれだなぁ、でかそうなやつだなぁ。でかそう。あ、広い広い広い。はい。こんな感じのトイレになってます。あ、トイレチェックしちゃいけないのかな。のりすけさんに怒られちゃうかもしんない。はい、こっちが女子トイレ。トイレ内は映しません。こっちに自販機。自販機は大道さんとコカ・コーラさん。コカ・コーラさんは販売台数が認めるとこにしか置かない。というわけで、お客様がいっぱいいらっしゃる場所です、ここは。すげえ。めっちゃゲーセンやん。めっちゃゲーセンで、あ、ファイトクラブ。ファイトクラブがありの、ファイトクラブの、こっちがスロットパチンコ。ケンシュロ北斗はあって、ジャグラーがあって、あ、ゴッドが、ミリオンゴッド。うん。これが何のやつだっけな。これが男のーってやつ。これが男のーってやつ。うん。ミリオンでしょうね。ここに。あ、これもだ。これが男のーってやつだ。ね。オス番だ、そうだ。もう、いただきラッシュみたいなやつね。いや、そういう話じゃないんだけど、昔やってたんだなぁ、懐かしい。充電時間中はゲーセンで遊べる。この、なんだろうな、この、両替機の、この、高速プレイ。結構縛ってるぞ。違うな、マジシャンかな。マジシャンだな、この両替機は。これでも、多分すぐ、1分後にね、ちょっと膜をかけてる間にスンと抜けるやつ。平日13時から23時、土日祝日は朝10時から23時まで。受付がこちら。ダダン。ここは受付でしたね。ちょっと順番がめちゃめちゃになってるんですが、はい、お名前を今ペペペッと隠し、こんな感じ。このノートに名前をと、入店時間じゃないな、開始時間を書きますということですね。そして、電子レンジ完備のティファール完備なんで、お弁当カップラーメンバッチリ。ダイヤモ物販ありということで、と、あれが、リポバッグ。リポバッグも販売でしょうね。可愛らしいお花。が届いております。出荷開店。そして、はい、口からですね、 EDP 化ですね。謎の変なね、丸いのに囲われた花。マリーノの 08C ドリフトスタートップラインスポイディですね。ここのね、札をもらえるのかなね。そういう感じで帰るときに会計かな。エロサーブシステム&ここがあれですね、多分ちょっと車走んないんだけどって相談できる相談コーナーと、こちらが、はい、キャッシャーですね。防犯カメラ完備。天井もバッチリ処理してるんで、エアコンの効きが良い。駐車場も広い。あー、50代、60代クラス。いや、70代なのかもしれない。
三面のコース。あ、はい、金髪の方、金髪の方、 ここ九州じゃないんで、九州じゃないんで、おとなしくしてください。コンプレッサーも大きなコンプレッサーで、エアーも、あ、あれか、使うときオンにする、使い終わったらオフにするのパターンですね。50数センチの奥行きの広いピットです。そして必ず、まあこれはどこも一緒ですね、リポバッグを使いましょうということですね。リポは爆発する火吹くと大変らしいです、どうも噂ではね。はい、この明かりを止める、だから程よい明るさ、外の明るさも分かる。そこら辺は EDP とはやっぱりちょっと違って優しいですね。 EDP は一切光を入れないので外が分からない。40cm×17枚で、こっち側が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25枚、タイル25枚分かける40センチですかね。余裕のレイアウト、余裕のレイアウトなサーキット。ここがメインコース、サブコースと、さらにこっちがサブサブコースっていうのかな、八の字と定常円だけできるような、しかも余裕で。ちょっとここもやっぱり広角系で撮らないとコースが撮りきれない。これ高速からどのくらいなんですか、一番近いんだ。一番近いところどこだろう、花園インターから、たぶん30分から40分ぐらい。はいはいはい、僕ね今日羽生かな、はい、から来ました。羽生からもどうしても、でも大体同じくらいですね、30分とか。多分この辺どこから来ても同じくらいなんですよね。東松山で降りても多分3、40分くらい。はいはいはい、でもまあ正直大通りでずっと来るんで気が付いてきます。あ、そうですね、はい。営業時間的にはなんか定休日とかあるんですか。定休日は今のところまだ持っていなくて、あ、まあ、ちょっとしばらく様子見て、はいはいはい、お客さんの日の少ない日を利用しようかなと思ってますけど、はいはいはい、平日は1時からですか。1時から23時、はい、で日祝が、10時から23時、はいはいはい、これ今日プレオープンじゃないですか、はい、で正式なオープン日はなんかまたいろいろやったりするんですか。一応3月1日グランドオープン予定になってまして、うんうん、まあレイアウトとかは全然いじるつもりはないんですけど、うん、まあグランドオープンしてしばらくしたらちょっとオープニングイベント的なことをやりたいなと思って、うんうん、計画はしてて、はい、はいはい、タイヤとかのトップラインさんですか。はい、トップラインとあとオーバードインさん、はいはいはい、はい、あとバズブレイク、はいはい、の3種類を一応してとして、いやようやくですね、でもね、めちゃめちゃ度がつくくらい初心者なので一緒にやってくれる方探してます。
女性の方特に、女性の方特に、初心者の方も、初心者の方も、はい、初心者コース充実しているので、充実しております。いつでもお待ちしてます。何やらここに怪しい何かがあります。エアコンスイッチと書いてありますが、果たして本当にエアコンスイッチなのでしょうか。開けてみたいと思います。じゃん、あ、エアコンでした。冷暖房の効きが良くなりました。設定温度控えめによろしくお願いします。あら、なんか貼ってあるぞ。これは隠れ EDP ということで黙って貼りました。お、ここはもしかして秘密の、え、あ、ここはね、施錠されてるんで使わないところだと思います。はい、ごめんなさい、失礼しました。